ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなっぴー元気に島パトに行ってまいりました。今回は HK ワークスロンドンの新商品を購入してまいりました。はい、こちらですね、キモ袖パールプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。サイズ展開は M から LL までで、フナピーはもちろん LL でございます。カラーバリエーションはこちらのブラッククリーム色でございます。ベーシックなシルエットのリブハイネックプルオーバーに、長袖の袖口のスリットに4つのパール風パーツポイントのプルオーバーでございますね。表地は凹凸の起毛で、表面感のあるリブとなっております。柔らかくストレッチ性のある1枚でございます。透け感はございませんが、薄手なのでこれからの季節はインナーが必要でございます。コーデをしていきたいと思います。と、その前にふなっぴーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。ませでは、こちらキモ袖パールプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。ムムさんのチェック柄ジレを羽織り、ボトムスはワールドのアンタイトルのフロントタックワイドパンツに、履いてる靴はリアフルプチャヤさんのチェーンパンプスに黒いバッグを持って、モノマネコーデをしてみました。誰かフナピーにちゃんとしたプレゼントをください。はい、そして紐袖パルプルオーバーでございますね。引き締めブラックで、上半身がコンパクトにまとまるフィットしたプルオーバーでございます。ハイネックは折り返しされていて暖かく、首元はすっきりシンプルな印象に見えます。短めのハイネックで、普通のタートルネックだと首が詰まって苦しいっていう方にもおすすめでございます。肩ジャストの長袖は、袖口のスリットからパール風パーツがついていて、カジュアルすぎずエレガントで、スリットから少し肌見せすることによって上品な印象に見えます。女性らしく抜け感もあり、164センチのフナピーで腰回りがしっかり隠れる丈となっております。ヒップはね、隠れないですね。とにかくこのパールが上品で高見えするので、フナピーの年内でもぴったりだと思います。こんな感じでね、チチッとフィットしてないので、あまり体型がわからないですね。脇肉なんかもわからないですね。ただちょっとね、やっぱり後ろがね、少しハミ肉がバレるかな。はい、今のモノトーンコーデにブラックのワントーンコーデにしたらどうなるんでしょう。はい、ボトムスはシーズンリーズンのジョガーパンツにロングブーツで合わせてみました。ジレとパール風パーツがいいアクセントとなり、異素材のパンツで引き締まって見えます。では、はい、次行ってみましょう。ボトムスはスマイリアのダブルポケットナロースカートに黒いパンプスで
コーデしてみました。トップスの黒がうまくパープルカラーを引き締めてくれるので全体のバランスがよく取れます。はい、次いってみましょう。ユミさんのタルバイユミのチェック柄キャミソールワンピースに、履いてるブーツはビアフルプチェアさんの合皮リブニットブーツに、持ってるバッグはムムさんの巾着バッグでコーデしてみました。ブラウンのチェック柄で優しい印象に見えるフェミニンコーデにしてみました。はい、これでフナピーのシマパコ&コーデデート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。パールが効いてますね。